はい、シュプリンプラスです。じゃあ今日はプレネチェックやっていきたいと思います。今週は FW シーズンで最も人気のアイテムと言ってもいいボックスロゴのスウェットシャツ発売になりました。ボックスロゴクルーネック、それからボックスロゴのビーニーも同時発売になったと。やっぱりボックスロゴのクルーネック非常に人気になりましたね。ビーニーも即完売となっていたということで、全アイテム全カラーソールドアウトというようなボックスロゴのアイテムとなりました。それからコラボもありましたね。コラボはティンバーランドのウーブン 3i ラグシューズというのが発売になりました。これは結構数が少なかったみたいで、ブラック特に即完売になりました。それからレギュラーアイテムもいろいろ発売になったんですけれども、やっぱり今週はボックスロゴクルーネックですね、ボックスロゴクルーネック、それからビーニーボックスロゴのアイテムを中心に、プレネチェックしていきたいと思います。果たしてプレネついてるんでしょうか。楽しみですね。まあついてるだろうね。ついてるでしょうけど、どれぐらいついてるんだろうか、楽しみですね。はい、こちらはシュプリームプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということでプレネチェックやっていきたいと思います。ボックスロゴのアイテムを見る前にティンバーランドのコラボシューズから先にチェックしていきたいと思います。これ結構数少なかったみたいで、ブラックが即完売になっておりました。他のカラーは、ゆっくりと完売になっているというような状況ですけれども、早速見たいと思います。定価がそれなりに高いですね。 39,600円ということで、今日もラクマであるとかメルカリ、それからスニーダン、その辺のフリマサイトを中心にチェックしていきたいと思います。1個出てますね。数やっぱ少ないんだね。56,000円、メルカリは、はい、あー、メルカリの方が出てるね。52,000円で1個売れてると。まあただリセールのちょっと、実績が少なすぎてちょっと分からないですけれども、それからスニーダン、シュプリームプラスのウェブサイトの方からこの相場の見るボタンで一発でそのアイテムに直接、ダイレクトアクセスできて相場が確認できるという便利ツールになっておりますので、ぜひご利用いただければと思います。そうですね、まあまあ実績結構少ないんですけど、まあ、出てる数も少ないですね。10個も出てないぐらいということなんで、まあ5、6万ぐらいで取引されているということで、まあプレネついてますね。今5万台ぐらいなのかな。なので1万とか1万5千とかついてるっていう可能性もあります。ちょっとリセールの実績が少なくてわからないっていうところもあるんですけども、ティンバーランドの 3i ウーブンシューズ、少しプレミアムついているような感じでした。それからボックスロゴのアイテム見ていきたいと思います。やっぱり恒例だよね、ボックスロゴの。今回8色発売になったんですけれども、人気の順位はこのようになりましたね。ヘザーグレー、ブラック、ダークグリーンと、何色によってやっぱプレネが違うでしょうから、その辺も含めてチェックしていきたいと思います。じゃあ早速、ボックスロゴクルーネックでいけばいいかな。ボックスロゴクルーネック、あ、これ綴りがボックスロゴクルーネックね。まあとりあえずじゃあボックスロゴクルネック、クルネック、さあどうか。定価29,700円です。約3万と、して考えると分かりやすいんじゃないかなと思います。はい、果たして、お、ブラック43,000円、あー、ちょっとそんなにでもないね。4万、ブラウンも45,000円、43,000円ってことは13,000円ぐらいってこと。43,000円ぐらいですね。あー、ヘザーグレーが高いね。ヘザーグレーが52,800円、52,700円と。ヘザーグレーが52,700円、54,000円。ブラックは少し、そんなにでもないですね。42,000円とかですね。で、ヘザーグレーが52,000円ってことは、ヘザーグレーは22,000円ぐらいプレネついていて、ブラックは42,000円だから12,000円ぐらいか。のプレネっていう感じですかね。ブラックとヘザーグレーばっかりだね。これ見、あ、ブラウンもちょっと出てますけど。お、出た、カーディナル。62,000円で出てますけど。実績なし。それから、このペールイエローね。それからダークグリーン。このカラーも珍しい。多分数結構少なそうですね。レアカラーだと思います。ダークグリーン。まあ、ちょっと売り切りのみでみようか。今だいたい相場感出てる相場感を見るために、売り切れのみじゃなくていろいろ発売中のやつも見てるんですけど、
売り切れのみでちょっとチェックしてみよう。ヘザーグレーがやっぱりプレミアム結構ついてますね。52,000円になってるということで、ブラックは4万円台ちょっとっていう感じで、ヘザーグレーは54,000円ありますね。5万5、6千円まであるのか、上は。おお、高っ、グダークグリーン67,400円だって。本当？あ、イエローはちょっと安めですね。グリーン67,000円だって、グリーン。本当？それは1個だけ？たまたまそれで売れた。あ、イエローは安いな。イエローは38,000円とか、カーディナルは4、5万ありますけど、ゼブラは、あ、ゼブラもちょっと安め、なんか4万円ちょっとぐらい。じゃあちょっとメルカリでも見てみようか。ボックスロゴクルネック、クルネック、さあどうなんの。ボックスロゴクルネック、あー出てるけど、あんまりこう、あれ、ソールドアウトになってないね。ソールドアウトのみで見るか。じゃあ商品の状態じゃなくて販売状況か。これか、売り切れ。おお、出た。おお、やっぱ同じぐらいですね。57,000円ぐらいまであるんだ。結構高いですね、ヘザーグレーは。ヘザーグレーがやっぱ一番人気、ヘザーグレーの黒ボックス。黄色は多少安いですね、やっぱりね。グリーンは、グリーン、ダークグリーンが気になる。ゼブラは4万2000円ぐらいっていうことで、ブラック、ゼブラ、それからカーディナル、この辺は多分同じぐらいの。あー、やっぱ6万7000円とかだ、ダークグリーン。恐るべし。ダークグリーンが一番プレってるんじゃないか。6万5000円。ヘザーグレーがその次で5万円台後半ぐらいですね。すごいな。あ、ブルー。ブルーも高い。ブルー出てきたやっと。ブルーもレアカラー。ブルーも高いね。なるほど。じゃあ、ブラックは、ブラックがなんでこんな、あれなんだろう。ブラックは、赤ボックス結構珍しいですけどね。数が多いんだろうね、ブラックはね。うわー、ヘザーグレーとブラックばっかりだもんね、見てる、パーッと見てても。ブルーはやっぱり高いですね、6万前後。ダークグリーンも6万前後というような感じですね。じゃあ、スニーダンでもチェックしたいと思います。ボックスロー、クルーネック。はい、色によってどうなんでしょうか。同じような状況になってるのかな。ブラックが、あ、4万、今、4万前後、まあ4万ちょっと、今日ですね、4万ちょっとぐらい。1万1000円ぐらいのプレミアム。あと、ヘザーグレーはやっぱり5万近いね。5万ちょっとぐらいですね。ってことは2万円ちょっとぐらいのプレミアムですね。あ、ブラウン。ブラウンは？ブラウンは4万2、3000ってところですかね。そうすると、これは1万2000円ぐらい。だらブラック、ブラウン。その辺は変わんないと。ブルーは？あ、ブルーはちょっと高めですね。5万4000円。さあ、来ましたよ。ダークグリーン。ダークグリーンはどうでしょうか。5万4000円、あ、でもまあ、でもブルーとダークグリーンは同じぐらいですね。5万円ちょっとぐらい。初動がすごい高かったんだな、ダークグリーン。6万5000円とかってことは。カーディナルは4万円台ちょっとぐらい。で、イエローも多分そうなんですよね。イエローもさっきの、あ、イエローだけ異常に、イエローだけ一つ、群を抜いて安いですね。3万7000円ぐらい。現状イエローは安いんだ。ペールイエローっていうね、ちょっと白っぽい感雰囲気のイエローですね、明るめの。そしてゼブラ、ゼブラも安いね、3万8000円ぐらい。ということでイエロー、ゼブラは少し安めということで、カーディナル、ブラウン、ブラックがその次に、プレミアムがついていて4万2000円ぐらいか。でヘザーグレー、ブルー、ダークグリーン、これが5万円前後で現在取引されているといったような感じでした。やっぱり数が少なそうなのはブルーとかダークグリーンだよね。30しか出てないし、ダークグリーンは、あー、ダークグリーン40なんだ。じゃあブルーが一番数少なそうだな。ね、
ヘザグラム99プラスなんで、数が少なそうなのはブルーですね。ブラウン67、カーディナル459、イエローは65ってことなんで、ブルーは30しかないんで、ブルーがやっぱり一番レアカラーになっていると。ブルーダークグリーン、これがレアカラーになっていると。ダークグリーンは40、ということで、プレミアムついていたのはダークグリーンとブルーが一番プレっているというような感じでした。数が非常に多くても5万以上になっているのはやっぱりヘザーグレーですね。なので一番人気はやっぱヘザーグレーなんじゃないかなと思います。でブロックがそんなに比較的落ち着いた金額だったので、これは意外でしたね。数が多いのかな、ブラックは。ということで、プレネチェックボックスロゴのクルーネック見てまいりました。それから B2 は B2 最後ちょっと見て終わりにしたいと思います。 B2 はまあそんなにでもないですよね。多分1万円前後ぐらいなのかなと、いつもの傾向でいくと1万2000円とかぐらいですよね、ボックスロゴ B2 って。だいたい例年ついててもね。さあ、9500円とかで買えるんだ。8800円、へえ、安いねブラック、あ、安いじゃん。ってことはほぼブラックに関して8200円とか8000円でも売ってる。なんでだろう、赤ボックスっていうのがあれなのかな、ブラックにちょっとやっぱり偽物っぽい雰囲気とかそういうのがあるのかな。でもまあまあ珍しいカラーですからね。まあ、まず黒ベースに赤ボックスってシュプリーム普通はやんないですから。なのでまあそういったところもあるのと、あと数が多いっていうのがきっとあるんでしょうね。でヘザーグレーは、ヘザーグレーはまあ1万1000円か1万ちょっとっていう感じですかね。なるほど、ボックスロゴ B2、 ニューエラボックスロゴ B2、メルカリは、うん、売り切れのみで見よう。早速最初から、まあやっぱ1万、ヘザーグレーは1万円ちょっとぐらいですね。1万1000円前後。ブラックに関しては安いな。やっぱ8000円とか。他の色が見たいんだよ。ゼブラは1万円前後って感じですね。黄色。ダークグリーンは、お、ダークパイン。これが8400円。あ、B2 はそうでもないんだ。ダークブルー。ああ、ダークブルーじゃない。ブルーは1万3500円。ブルーがちょっと高いね。ちょっと積んであんでみよう。ブルーがちょっと高いっぽいです。B2 も。ブラックは安いですね。8000円だ、今。テーザーグレーは。8000円だったらもう6600円低下しますからね、これ。ほぼほぼ、あの、手数料とかなんとか、引いたら、送料とか引いたらなんか何百円かの世界ですね。ブラウンも安い。ヘザクレ今チラッとしか見なかったけど、いくら9000。まあ B2 はそんなもんなんだね。まあ B2 はもうほんとちょっとと、あ、ちょっとやっぱりブルーが高いですね。1万円前後ぐらいまであると。ブルーは、ダークグリーンは、ダークグリーンはこれスウェットは人気なんですけど、 B2 はそうでもないですね。ブルーは人気ですけど、ブルーはスウェットも B2 も人気と。カーディナル7800円、はい、イエロー7600円、これはもう1000円とかっていうレベルですか。もうほぼほぼプレネなしと思ってもいいぐらいですね。ブルーがレアカラーでした。 B2 もクルーネックもブルーがレアカラーだったということですね。レアカラーで人気もあるということになりましたね。今回はブルーですね、一番、レアなカラーはブルー、ダークグリーン、そしてヘザグレー。ヘザグレーはもうダントツの一番人気でした。ということで、今日はプレネチェックやってまいりました。じゃあこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。